さて、このようにやって、次は6畳だとどうかということなんですが、6畳もですね、3乗してマイナスになる例を探せばいいんですね。なる例を探せと。これ本当に6乗を引く1をですね、このハミルトン・ケリーで割るとですね、大変なことになりますし、また条件文の中にですね、条件文、今、こっちから、こうやってもう持ってこう、見えるかな、見えるのかな、持ってきますが、A は単位元じゃない、2乗も単位元じゃない、3乗も単位元じゃないとかですね、結構いろんな条件ついてますので、この3乗がマイナス2だったら、別に3乗は単位元じゃないですから、単位行列じゃないですから、これ解けば大丈夫なんですが、解けばですね、さっきと同じような感じでですね、P も Q がもうきちんと求まりますんで、さっきのっていうのはこういうやり方ですね。こういうやり方をやれば、ここはマイナスになったと思えば、マイナスになったと思えば、ここはちょっとプラスがマイナスが変わってですね、解けると。いうことなので、何のことない、多分ここのプラスがマイナスになるだけだと思いますが、そういうふうに解けますので、こういうふうに解けます。で、例を探せというんで、どうしましょう、10とこうやれば、トレース1ですね。で、これであとここが1になるようにすればいいので、例えば、こういうのは6乗すれば1であると、いうような例になってます。これよろしいでしょうかね。それで、次がちょっと、難問というか、次は5乗して E になるものはないということを言わなきゃいけないんで、これをですね、とりあえずというか、これはもう、ちょっと他の応用が聞きにくいんで、こうやって、こうやって、ここをなんか、小があってですね、こう小ですね。で、ここに余りを、計算するわけですが、ちょっとこの計算、今、ここでガタ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 、ゴリ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 やってもいいんですが、ちょっと、時間の関係上、ちょっと省きますと、そうすると、ここはですね、実はこういう計算に、今、手元に、メモがあるんですが、それを写すんだけでも大変な、こうだと書いてあります。そうかな、そうかもしれません。 で、そうすると、ここが、0です。で、ここも0です。0行列ですから、そうするとここが0になりますが、さっきと同じ議論により、さっきと同じっていうのはどの先かというとですね、議論より、A がこの単位行列の何倍か、スカラ行列って言いますけどね、K は実数ということはない。このことは一応断っておいた方が、いちいち断った方がいいと思いますね。そうすると、こういう、これが0。それから、こっちも0と。でも、こっからなんか、こっちから9事情を解いて、なんかガチャガチャガチャってやっても、別にいいんですけど、ちょっと、こっちの式にこう着目するとですね、一発で終わるんですね。そうすると、これは、P 事情っていうのは、これ実は9でこう、ピッとこう出せまして、2倍の3プラスマイナス、ルートサザンが9引く、9引く4。5かな？ 5 かな？とか、こういうふうにですね、これ P 事乗の、方程式だと思ってですね、解く、二次方程式を解くとですね、解けちゃうんですね。そうすると P 事乗と Q の比がですね、無理数になっちゃいます。ほら。司令所からお知らせいたします。本日12時より、登戸研究所資料館において消防訓練を実施いたします。教職員及び学生の皆さんの
ご協力をお願いいたします。繰り返します。本日12時より登戸研究所資料館において消防訓練を行いますので、ご承知おきください。また教職員および学生の皆さんのご協力をお願いいたします。というわけで、これは P 事情と Q の比がですね、無理数になってしまうので、ところが今、トレースとか行列式は整数でなければいけないので、今 P 事情と Q は整数であることに矛盾してしまうと。というわけで、これは矛盾と。したがって A 5乗イコール E になるような、整数係数の行列はありません。もちろん整数係数でなくてよければ、5分の 2π 回転とかですね、まあ、いろいろ作れると思うんですが、まあ、そういう時は、まあ、トレースと行列式の比がですね、まあ、こういう関係になっているということまで、まあ、分かるわけですね。以上です。